性教育、性教育、性教育、英語、セックスエデュケーションは、性器、性職、成功、人間の他の性行動についての教育全般を意味する言葉。性教育は、学校だけで行われるものではなく、両親、教師、看護師、助産師など子供の世話をする人々が、直接的に行ったり、公衆衛生の宣伝活動の一環として行ったり、する。日本の学校では、 保健科や家庭科の時間を中心に行われ、体や心の変化、第一次成長及び第二次成長、妊娠と出産、男女の相互理解と男女共同参画社会、性別にとらわれない自分らしさを求めること、性感染症の予防や否認などの内容が扱われている。生殖に関する教育は、講義には、受胎から体外へ、体外から胎児へ、 そして出産へと移り変わっていく流れを追いながら新たな命の創造と成長を取り扱う。協議には性感染症の概念やその予防、否認法などの内容がこの範疇に含まれる。学校の教育過程の中に性教育的なものが組み込まれてはいるものの、それを教えることに関して未だ激しい議論が行われている国もある。性教育は どの段階で開始されるべきなのか、どこまで深く踏み込んで良いのだろうか、セクシャリティや性行動に関する内容、安全な性交の実践、自行為、性の倫理観なども扱うべきなのか、など、様々な論争が巻き起こっている。アメリカでも性教育に関する議論が盛んである。特に子もの性的行動を取り扱っていくことを前主とするかないと見るかに関して、 激しく意見が割れている。より具体的に言えば、コンドームや、傾向避妊薬などの三次制限、避妊具が、婚外妊娠に与える、影響力、若年での妊娠、性感染症の伝染などの扱うことの是非である。アメリカの性教育をめぐる、論争の火種となっているものの一つとしては、保守系の人々が推奨する純潔教育、禁欲的性教育への支持が高まっていることを、 あげることができる。性教育に対して、より保守的な態度を示す国、アメリカや英国も含めでは、性感染症の蔓延や若年妊娠が高い率で生じている。1980年代以降、後天性免疫不全症候群、AIDS の存在が取り上げられるようになり、性教育も、その存在を無視することはできなくなった。後天性免疫不全症候群が、 流行しているとまで言える状態にまで達してしまった。アフリカ各国においては、研究者たちのほとんどが、性教育を極めて重要な公共衛生計画と捉えている。米国家族計画連盟など、国際的な組織の中には、幅広い性教育を実践していくことは、人口爆発の危機を乗り越える、女性の権利を向上させるといった、地球規模的な成果を達成することにつながる。 と考えていいるる人々もいる日本では1890年頃から学生間での風紀の乱れとか流病の蔓延がメディアを通じて社会問題となり1900年代頃から学生の性の扱いに移す手を持たない教育界を医学界がリードする形で医学者と教育者との議論によって性教育が形成されていった初期の性教育の使命は 若者の自然で健全な性欲を衛生的かつ倫理的にかなった方向に誘導するというものであり、議論のポイントは、主因の害と下流病の害の予防法だった。しかし、科学に基づいた性知識の普及が学生の性的悪業を刺激して助けするという批判から、下流病の具体的な予防法は教授せずに、若年の成功や恋愛は危険であり、 学生の間は学業に宣言し禁欲せよという強制禁欲主義の教育がなされるようになった。また、性欲の制御が難しいが自律的に判断できる年齢である大学生を対象として自制を目的とした正しい知識と呼ばれる下流病の恐ろしさや性に関する科学的知識を伝授する講義が開かれた。戦前の性教育学者たちの言説には、 明治以前の性的卓越性という男らしさの尺度を禁じつつ、男としてのアイデンティティを保持するために、学生時代は禁欲し、立身し、然るべき時期に結婚して、一家をなすという、新しい男性としてあるべき姿像が含まれていた。戦後の日本において、性教育とは、お互いの性を人権として認め合い尊重し合う、人間関係の教育である。ただし、 一部には曲解する人も存在し、処置教育、生理教育、生殖行為に偏る傾向が強く、健全育成指導というような狭い見識による認識を持つ人が少なくないまた、ネタ子を起こすなと言われ、性知識を知らない子供にはあまり詳しいことを教えるべきではないとされてきた。中学、高校では在学妊娠などの風気上のトラブルの責任を回避したいという理由でも、 禁欲教育と呼べるようなセックスを外悪視する教育もかつてされていた。極端な例を挙げるとジー実ら厳しく禁じていた学校もあった。こういった子供に性知識を与えることをタブーとした風潮が昭和末期まで根強く、後日の参考書籍の回収騒動など、思春期の少年少女に必要な性知識とポルノグラフとの明確な線引きが確立されていないため、子供の性を タブーシする風潮は現在でも完全には消えていない。こういった状態は1991年まで続いており、性教育は修学旅行や林間学校などが近づいたある日、保険の時間で突然女子だけが教室に残され教わるといった形が取られていた。しかし、近年はこういったことが実際には実態に属していないという意見が強まり、 この状況を改善しようとする動きが盛んとなった。1992年、小学校の保健の教科書に精通が載るようになり、これにより、男女が名目上は平等に性教育を受けられるようになった。近年では、児童を対象とした性犯罪や親族らによる児童性的虐待は問題となっており、これらに被害児童の性に対する無知につけ込んだものが多い、ことから、 思春期前の寄り早期からの性教育によって、子供に自身が性的搾取から保護されるべき、権利主体であることを認識させようとする動きが見られるが、これもやはり分別のつかない、幼い子供が、性知識持つことに難色を示す意見がある。性教育を行うこと自体をわいせつな行為、セクシャルハラスメント扱いし、児童を欠席させボイコットさせるという、 モンスターペアレントの無理解な行動も起きて意図される。教育の効果をどのように測定するかという問題がある。現状は教育の実施を文部科学省、効果の測定は厚生労働省が担っていると言っても過言ではない面がある。アメリカでは禁欲のみを唱えた性教育、コンプリヘンシブセックスエデュケーション、包括的性教育他の複数のカリキュラムがある。 この二つについては、どちらが良いか、について論争がある。アメリカ心理学会の研究では、コンプリヘンシブ、包括的なカリキュラムの有効性が示されているとした。コンプリヘンシブなそれの有効性は査読紙の記事の複数によって明白であるとする一方、アブスタネンスオンリーな手法は深刻な危険があるとの指摘がなされている。デンマークでは、性教育を カリキュラムの特定の部分に限定せず、必要な際には授業のあらゆる過程で議論される。スウェーデンでも同様であり、かつ性教育は1956年以降、必修である。フィンランドでは15歳時に学校でコンドームなどの入った小包みを渡される。これらの国は、このような教育の一方で性の双熟化には至っていない。いずれもタイム。体育。 保健体育の授業で小学校4年生で体の発育、発達、同5年生で心の発達及び不安、悩みへの対処、中学校1年生で身の機能の発達と心の健康として性教育を受ける。初めて学ぶ小学校4年生では思春期初来の平均年齢の関係上、男子は思春期前に学ぶものが多いが、女子は 思春期初来後に学ぶものが多くなる。小学校では、体や心の変化を中心に取り上げ、自分と他の人では発育、発達が異なり、いじめなどの対人トラブルを起こしやすいことから、発育、発達の個人差を肯定的に受け止めること特に取り上げる。また、発育、発達を促すための食事、運動、休養、睡眠なども取り上げる。 中学校では体や心の変化に加えて生殖も取り上げられるが、受精、妊娠までをは取り上げても、妊娠の経過は取り上げられない。一方で処刑の授業はあっても、ブラジャーについては学ぶ機会は、ほとんどなく、思春期の乳房が成長中、途中で処刑を挟む、約4年間にジュニアブラを着用せずにノーブラだったり、大人用のブラジャーをつけたりとした問題が起きている。 トランクス着用の小中学生が増加したことで一部の自治体では小中学生にブリーフの着用を進める活動が組織的に行われるようになった。2000年代前半頃より東京都足立区の一部の小中学校では性教育活動に熱心に取り組んでいる女性用語教諭が性教育の一環で小中学生の下に指導を行いその活動の輪が 足立区全体で広がったことによるものである。養護教諭は男子生徒に体育の授業でトランクスでは陰部が見えるとの理由でブリーフの着用を提唱し男子生徒にブリーフの着用を実践させている。全国規模で性教育が行われているが保護者や職員から教育内容を理解できておらず帰って悪影響だと主張されるケースもあり、 性的虐待ではないかとの意見も出ている。また、男子高校生にマスターベーションの頻度ややり方、射精量などを回答させ、その回答を女子高校生の前で公表する性教育も行われており、特に男子の性的プライバシーが実践の場で消し去る傾向も指摘されている。その一方で、日本は先進国でも、 有数の性教育が遅れた国であるとの指摘もある。例えば、男性用や女性用のコンドームをつけなくても、室外射精をすれば妊娠しないと誤解している人は多い。逆にコンドームさえ着用すれば完全に否認ができるという誤解も多い。さらに、性教育云々以前に、大人がまともな性知識を持っていない現状も、問題視する声すらあるのも事実である。 教師自体が性的加害者になる事例も多く男女、共に被害を訴えるケースは少なくな。母子衛生研究会が2002年5月頃より、中学校に配布していた、ラブボリブックが、山谷恵里子衆議院議員等の講義により、回収された。教材に対しては、ピルの製造販売関連の企業が、教材の作成に関わり、金銭的援助を行っていたため、 商業主義的という指摘があり、中学生の性行為を助長している、非人具のリスクを教えてな、性行為をすることに対する責任、子供を作る行為に対する責任が本から感じられないといった批判がなされていた。田島陽子議員ら性教育推進派からは、改修に反対する声が上がった。後にこの教材は、絶版となった。外部リンク、国会質疑概略、 中意以下の外部リンクには性的な表現が含まれています。性的な表現が含まれる外部リンク以上、七尾養護学校では1996年頃から一部教員らにより人形や替え歌などを用いて性教育が行われており、保護者や寮の職員から学校側に苦情や懸念が相次いだ。2003年7月に東京都議会で 民主党の土屋隆之議員が一部の養護学校や普通学級で不適切な性教育が行われていると発言。自民党の田代弘次、小賀俊明両議員も同調とは東京都立七尾養護学校、現東京都立七世特別支援学校で行われていた性教育を中止させ校長は他116人の教職員を処分した。産経新聞などは この教育方法を、まるで、アダルトショップ、歪説だと激しく批判した。この処分について、時の教育長、横山陽吉は、都立、七尾養護学校では、虚偽の学級編成あるいは勤務時間の不正な調整、それから、勤務時間内の校内飲酒などの含む規律違反、その他、学習指導要領を踏まえない、性教育など、不適切な学校運営の実態が、 明らかになったことから、教職員とともに管理監督責任を果たさなかった校長への処分等を行ったものでございますと、都議会で説明している。性教育の事例として、京都市教育委員会は保健指導の中で独自の性教育を開発している。最近では、生命誕生については用語を知る程度に抑え、自分が父母になった時にどんな子育てをしていたいかを、 低学年から考える指導が適切であるという考えもある。こういった問題をめぐっては過度な性教育は子供たちに大きな影響を及ぼしかねないという批判がある。そのため前日のラブボディブック問題のように反応の分かれることも多く、この事件でもメディアによって取り扱いが大きく異なっている。なお、七尾養語学校の事件は、 処分不当として提訴され、2008年2月、東京地方裁判所は、教育委員会の裁量権乱用を認め、処分取り消しを命じる判決を言い渡した。また、2009年3月12日、東京地裁、矢尾渡る裁判長は、参議院及び、東京都教育委員会に対して210万円の損害賠償の支払いを命じた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。